今回はチョーラ・パンディア戦争を解説するよ。インドではチョーラ王パラーンタ大使制が王位につき、すぐにパダマチョーナ領土の残りを掌握して王国を北方に拡大した。しかし中央インドのガンガ朝と同盟した南のパンディア朝もパダバの領土を接合していたんだ。926年から942年にかけてチョーラ軍は領土紛争の経験があまりないライバルたちを難なく破り、インドの南端全域に影響力を及ぼした。しかしその後の軍事行動が原因でチョーラは前期チャールキア朝の後継者ラーシュトラクータ朝と対立し、ラーシュトラクータ朝とチョーラ朝の戦争が起こったんだ。今回の解説は以上となるよ。 S 機関では戦略学、進化心理学、犯罪心理学に関する動画を投稿しています。見逃さないようにチャンネル登録して機関員になってね。最後までご視聴ありがとうございました。